はい、どうも皆さん、ガラル地方からこんにちは、トーモツでございます。今回もポケモンソード実況の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、前回はですね、セミファイナルトーナメントっていうことで、マリーとホップに勝利しまして、で、今回はね、なんか、ホテルにダンテが来ねえと、あいつまた迷ってんじゃねえかと、ということで、ネズさんが来てくれまして、ネズさんに話しかけたらストーリーが進むと思うので、話しかけていきましょう。さあ、どうなるんだろう。あ、そう、服を変えてきました。あ、マリーとエルダン。服を変えてきました。なんだっけ、下がホットデニムパンツみたいなやつで、帽子もなんか、なんとかっていうのに変えてきました。名前は知らねえ。マリー、トーモツとの激しい試合で、いろいろくたびれとうのに、エルダンはトーモツを応援すると決めたのですよ。え、あのデブたち、俺のエルダンになったの。気持ち悪い、お前らの応援いらないんだけどな。爽やかに応援してほしい。一緒に手伝ってください。オルペコかわいい。マリーが俺のことを応援してくれんの。あ、笑顔。オリーブこれ。美しい兄弟愛。ですが、必要はありません。うわ、サチウス女出た。オリーブさん？ローズ委員長は、チャンピオンと大事な打ち合わせの最中。あ、もしかして、こいつが全部裏で糸操ってた的な？なんか、ビートがさ、ポプラさんにそんなこと言われてたよね。誰にも邪魔をさせるわけにはいきません。え、どういうこと？あー、それローズタワーに向かわせられないってことね。会議してるから。もっともローズタワーには関係者しか行けません。だってモノレールでローズタワーに行くにはキーがいりますもの。あ、わざわざ教えてくれる。奪っちゃうぞ。つまりローズ委員長がいらっしゃるローズタワーには誰も行けないのです。待つしかないってこと。キーは私が選んだリーグスタッフに渡しておきます。だってローズ委員長、ちょっとした遊びが好きですもの。え、あー、なんかめんどくさい感じ。もしかしてこれ見つけろってこと。普通のリーグスタッフと私のリーグスタッフ、あなた方に見分けられるかしら。え、なんでその間違い探しみたいな。ミッケしなきゃいけないの。ウォーリーを探せじゃない、ミッケしなきゃいけないの。え、シュートシティで探し出すってこと、あいつをハンターみたいな。いわゆるピンチですね。ですが大丈夫です。どうもつよ、俺たちエール団のエールで助けてやりますよ。いや、見つけろよ。エールじゃねえ、見つけろ。人探しじゃん。最高じゃん。俺はスタジアム前を探すぞ。俺はどこを探せばいいの。とりあえずですね、広場まで一緒に行くとしますか。はい。うわー、まためんどくせえ。ポケモンバトルさせてくれよ。なんで人探しなんや。いっぱいいる、もしかして。オリーブのリーグスタッフ。そうですね、悪いリーグスタッフを見つけ出すとしましょうか。悪いリーグスタッフは微妙のサングラスをかけていましたよね。こいつもこいつで悪態つくの好きだな。足細っ。微妙なサングラスめっちゃいるし、ちょっとさ、アップさせて、アップ。近くに、わかんない、微妙なサングラスってどれや。お、あ、こいつじゃね。だね、トーモツか。こいつ怪しいが顔を見せてくれねえ。こいつを振り向かせるような驚くようなことを言ってくれ。キーは見つけた。どちらもいいんじゃねこれ。なんだって。あ、お前だ。あ、黒いサングラスってことね。他のやつらちょっと黄色めのサングラスかけてたけど、なんだめんどくさい。逃げられない。じゃあポケモン勝負だ。グヘヘヘヘ。悪いリーグスタッフ。マクロコスモス。あ、こいつなんかポケジョブのあれにあったよ。ポケジョブの名前一覧にあった、マクロコスモスって。それにしてもおめえ、ジムチャレンジを突破してきた俺に戦いを挑むとは無謀も無謀だな。しかもめちゃめちゃレベル上げしてきたからな。みんな60代手前やぞ。そういえばパーティー紹介してなかったな。うわー、耐えられる。ダメ押し、ビビたるもんだ。そんなダメージ、2やつだけ。他にいる。今のダメージは食べ残しで補う。ニャス、おお、マリー、おびきちゃ。マリーのエールは効き目バッチリやけんね。ありがとう。え、何これ。うそ、下がった。やった。何これ、最強じゃん。パーティーこんな感じです。もうエンディングまでこれでいこうかと思います。ちょっと選抜してきました。タヌキチ、バンビーヌ、ラインハルト、サイテム、バツマルメンタンでいきます。ということで、じゃあダメ押しの辻斬り、素早さ上げる
てもらったのはいいけどな、そもそもまっすぐまそこそこ早いからなレベル差もあるし、ビビたるもんだな経験値が。アイアンと人も下のず石住まいマッキョじゃんめっちゃ歌ってたポケモン言えるかな BW。 アイアンとはバンビーノで倒していこう。バンビーノもねレベルが上がってちょっと新しい技をまあまあ覚えました。そう穴を掘るは、あれで覚えさせた、技マシンで覚えさせて、ここも覚えさせて、で、ロックブラストを覚えたので、まあまあ、活躍できるんじゃないかな。アイアンヘッド、あっちの方が早いか。大丈夫、大丈夫、よしよしよし。昼見忘れてた。昼見を忘れていた。神グロック、めっちゃ昼間してくる技出してくるじゃん、お前。昼間ない、大丈夫、昼間ない。よし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 。昼見やな、めんどくさいよな。よし、アイアンと一撃。まあまあ入るな経験値アイアントのくせに悪い顔してんなこいつ。何なんだ関係性は。よし、隠れればキーを渡さなくて済む。ねえ早く進めさせてなんでストーリーを妨害してくるのこいつは。なんて素早い、俺にはどこに隠れたのか分かりません。こっち方向行ったよな。あの黒いサングラスを探せばいいんだな。これまたカットの流れかサクッと見つけていきたいぞ。お前だろ。あいしょ、いたいたいた。割と早く話しかけられた。なぜわかった？いや、適当に話しかけたのか？いや、黒いサングラスが見えたからね。ハンター。もしかして、このパートさ、割と終盤戦なのに、ザコとのポケモンバトルで終わりたくないんだけど。よし。マリーノなのに合わせなよ。イエーイ、トーマツ乗ってる。イエーイ。よし、上がった上がった。正解がよくわからんけど。耐久力がすごい上がった。ヒートスタンプ。相手の方が早い。あ、こっちの方が早い。よしよしよし。よし、一撃。もうこの完璧な俺のパーティーの布陣には誰もかないはしねえよ。ドリューズ。ドリューズって割とちっちゃいんだよね。思ったよりもちっちゃいんだよね。あ、そう、エアスラッシュを覚えさせました。技マシンで。技マシンだっけ？思い出させたんだっけ？忘れたけど。エアスラッシュはまあまあ割と使えそうだから覚えさせました。よし。メンタンが強い。狙い撃ちで大体ワンパンできる。トシユキ。逃げてる間にポケモン入れ替えたって。早くカードキー渡せ。キーか。木を隠すなら森の中。人を隠すなら人の中だ。お前そのサングラスと服でバレるぞ。もう黒いサングラスという、すごくわかりやすい特徴を捉えてしまったから。すごくわかりやすい特徴を捉えてしまったから。おいお前そら気づかんわお前。せここれネズさんに話しかけといてよかったこれ一回見逃したよね完全に。喋りながら素通りしたよね。なんて観察力。今度こそ勝って逃げ切ってやる。お前もうさすがに無理やって。早く渡せキーを。トシユキ。テッシード。鋼草タイプ。これは辻斬りで突破できるかな。辻斬りで行ってほしい。お願い、まっすぐま。じゃない。立ちふさぐま。間違えた。うわ、半分。鉄の棘が痛いんだよな。何してくれ。ラスターカノン。効かねえよ、鉄シードごときのラスターカノンなんて。あ、本当に全然効かなかった。食べ残して保管していく。よし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 。もう一度辻斬りで。あ、来た来た。イエーイ、マリーの応援だぞ。だぞ、かわいい。まだまだ踊れますかっての。ポケモン踊らすよ。攻撃上げて。よーし、ナイス。筋切り。これじゃ変えたくないね。 A と S、 S じゃない、C が上がったから。まあ別に攻撃が上がるだけでいいんだけどね。特攻なんて今いらないんだけどな。よし、レベルアップ。食べ残しっていつまで続くのかね。食べ残したものを食べてるわけだからいつかなくなりそうだけどな。ハガネールか。ちょっと入れ替えよう。タイプ相性が悪すぎる、さすがに。じゃあ一回鶴舞しとこ。剣の前。ハガネールの防御は高いからな。さすがに1打じゃ落とせない気がする。竜の息吹。マヒルナマヒルナマヒルナ。大丈夫、大丈夫、マヒルナ大丈夫だ。マヒルナ、よし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 。河原割りじゃ。もう、ハガネイルじゃなくて奥のトレーナーに行け。星行けにやってやれ、河原割り。急所ナイス。そうだ。ネギがないとは急所があるんだ。なんでこんな急所当たるんだろうね。
長ネギ持たせてるから。よし、としゆき。かくれんぼでもね、あ、かんだ、勝負もダメ。逃げるしかない。キーを渡して逃げろ。何回やんのこのクソみたいな勝負。だが、オリーブ様に怒られたくないから諦めない。いや、小学生。モノレールに乗ってしまえば追いかけられないだろう。なぜそうやってわざわざ遺言というか手がかりを残していくんだ。エルダンよ、ホップを呼べ。みんなで駅に追い詰めるのです。なんか全部男の人同じ声になってるな。ホップぐらいしか分けられてない。全部うーっていう声になってる。平泉聖です。おお、封鎖し始めた。え、じゃあみんな黒いサングラスだ。みんなハンター。うわ、その体育会系の腕の組み方。この後ろにモノレールがあんのか。開けろ道よ。あ、ジェスチャーで会話してる。ボディーランゲージがすごい。うおー、触らないで気安く。盗物、悪いリーグスタッフを追い詰めるとはよくやりましたよ。ご機嫌な君を叩いてとびっきりの歌をプレゼントです。やってやれジムリーダー。しがないシンガーにできることはささやかな歌を歌うことだけ。分かってない、理解ができていない。うおー、マイクどっから出した。ポケモンスターボールの中に入れてたのかな。歌で誰かにエールをなんて本当は嘘だよ、無理だよ。歌で誰かを幸せになんて俺には無理だよ、できないよ。あ、歌なのかこれ。だけどそれでも歌うよ、ささやかな歌を歌うだけだよ。ネズー、ネズさん、ネズさんって言いながら。マリーのタオルだけど。お、あれネズじゃん。なんでストリートライブしてんだ。本当だよな、ストリートじゃないけどなここ。おー、いいこと言ってくれたこいつ。いいツッコミだ。それを言うならステーションライブだな。それよりもっと近くに行こうぜ。あ、みんな人集めてくれるんだ。いい集客力だ。やっぱり名前があるやつはいいね。あのドラゴンボール Z の最終回らへんのさ、サタンみたいじゃない。ミスターサタンみたい。なんつうの、人々からの信頼で地球を救うっていう。うわ、いっぱい来た。いっぺい来たぞ。ネズさん、キーは奪いました。ローズタワーまでモノレールで行けますぜ。ナイス。マリーの顔かわいいな。いや、前に行けよ、なぜ後ろから取る。トモツ、ホップ、今だ、行け、行きやがれこの野郎。よし、ナイス。このスリーマンスルで、マリー、俺、ホップ、スリーマンスルで、ローズタワーがここが、ジュラルトン見て来た。委員長と何を話し上がるんだ。ローズタワー、てっぺんどこまで伸びてんだ。雲に隠れて見えないぞ。スカイツリー的な感じかな。で、どうすんの。エールダンのみんな、悪いリーグスタッフとバチバチやり合ってるし。だって、トーモツどうする。先に行こうぜ。よし、もうガンガン進めよう。トーモツ、あんたがローズタワーの道を作ったんだ。このまま突っ走りにし合い。ちょいちょい出てくる方言が。それにしても秘書も秘書だよ。委員長に喜んでもらうためモノレールのキーを隠すなんてね。ローズ委員長もチャンピオンを足止めして何を考えているのかよくわからないし。本当だよな。うお、びっくりした。カカシ先生的ポジションかこいつは。あの頃のスパイクタウンを思い出させる熱狂、渾身のライブでしたよ。ただしアンコールはないのです。ってまだいたのですか。なんでやねん。さあお前らが行くのです。俺がエールを送りますよ。いや、なんかジムリーダーたちとも熱い信頼関係が生まれていいね。兄貴が無茶するとまずいからね。何かあれば戻ってきてね。あ、俺一人単体で行くの。あ、ホップと一緒に行く。ホップと一緒に行くのね。あ、レイを。90度のレイが。おじぎが。よし、こっちに進んでいくのね。ローズ委員長とバトルとかなんのかな。大王道だっけ、使ってきそう。うわ、なんもね、真っ暗なオフィスだな。でかすぎるぞ、広すぎるぞ。なんなんだ、ローズタワー。本当にローズだ。知ってるかと思つ、ローズタワーもパワースポットらしい。え、ここでダイマックスすんの。つまりてっぺんではダイマックスできるんだってよ。めちゃめちゃ扉でけえな、エレベーター。それはいいとして、エレベーターでてっぺんまで行けるのか。ローズタワーって確か100階建てなんだと。うわ、びくしゃ。ここでお引き取り願うのだから、エレベーターのことは気にするな。しかもこれエレベーターじゃなかったわ、ただの扉だったわ。不審者がいます、不審者がいます。うわ、オリーブ、館内放送めんどくせえ。スタッフは直ちに不審者を追い返してください。な、オリーブ様も。ああ、おっしゃっておられる。
不審者を追い払ってたんまりボーナスをいただくぜ。まためんどくせえバトルだ。こいつ年行き教授、名前違う。アイアント、ちょっとこれもうガンガンバトルカットしていこうかな。カットで、よし勝った。ボーナスが、夢のマイホームが。ローズ院長に会うんだ。どこにいるか教えてよ。うわ負けるだけ負けて何も教えてくれない。あ、教えてくれた。エレベーターに乗ればいい。委員長はてっぺんにいるから。優しいじゃんこいつなんだ急な優しさやめて。ギャップ萌えってやつ。待ってろ兄貴。ほらトーマツも行くぞ。え、兄貴最上階でやられてないよな。大丈夫だよな。え、何かっこええ。認証しました。ドミネーターなんとか、使用者なんとかかんとかみたいな。にわかでした。あ、これごとエレベーター、何人乗りこれ長いな。ここか。100階。あれ、まだ途中だぞ。どうして止まったんだ。いや絶対出てくる。ほら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 。あ、女バージョンもいるのね。女も黒いサングラスか。あなたたちジムチャレンジャーですね。ご参加ありがとうございます。ですが邪魔は許しません。邪魔じゃ、お前らが邪魔してんだよバカ野郎。ローズタワーに入っている様々な関連会社を守るためにも追い返します。急になんかコンプライアンス的な話が出てきた。ポケモン勝負だってできる。ローズタワー自慢のエレベーター、作っているのは関連会社であるマクロコスモスコンストラクション。な、名前長えな。出た体育会系。よし、負けたからには素直に引き下がりましょう。なんか素直なやつ多いな床だけ動かす。それで危ないので光る壁を発す。うえ、めんどくさ。何光る壁って。タワーで勤務する連中が外からエレベーターを止めるのか。さっさとてっぺんに行きたいのに。頑張ってくれたポケモンたちは俺が元気にしてやるぞ。ああ、俺ちょうど回復しようと思ってたところだからちょうどがいい。光る壁って何。めっちゃうなずいてる。何、好き俺のことうわ、来た来た来た。 300m のローズタワー。え、100、あ、半分まで来た。50回か。マクロコスモス生命です。うわー、保険の営業が来たぞ。気をつけろ、簡単に入っちゃダメだぞ。身内営業は良くない。よし勝った。私教書よくある紙間違いをした。高所恐怖症で。関係ねえよ、窓ねえだろ。ポケモン勝負で負けても保険は降りないのです。めちゃめちゃ生命保険のやついるじゃん。よし、どんどん上に行こう。よし、ナイス回復。これさ、 PP まで回復してくれるってことはさ、わざわざ PP エイドとか使ってくれてんのたったこんだけの勝負のために。えぐいな、ホップ。それかもうバッグの中にどこでもジョイさんがいるとかてっぺんまでもう少しだが、委員長には合わせない。私高いところも平気。マクロコスモスエアラインズで空の仕事をしていますからね。うわ、来た来た、ハイドロポンプ。ドロポン狙い撃ちから覚えさせときたいな。でもうーん、安定した。あー、どうしよう、不意打ちいらないかな。不意打ち全然使わないし、不意打ちを消しましょう。ドロポンが来た、ついに。よし、分かった。委員長に会えると思うな。あの人は突破できないぞ。何考えてんの委員長。トップオブトップス、なんだろうな、あのアルベトのバイコンの名前そんな感じじゃなかったっけトップオブザワールド、トップオブザワールドだ。どうやらあと少しらしいな。気を引き締めていくぞ。さあ、バイコーンはな、汚れた女しか乗れないらしいからなよし、お、ここがてっぺん100階。あ、オリーブいた。あれ、回復してる、してる。ちょっとどうしよう、戦闘埼玉あたりにしとく。オリーブと勝負すんのかな。よし、ちょっとホップ話しかけて。トーモツ、用心するんだぞ。何？そんな危ないやつ、オリーブ。ようこそ、地上300m、ローズ委員長のスペースへ。私のオーダーをこなす特別なスタッフたちを、ものともせずやってくるなんて。さすがは、チャンピオンダンデが推薦したトレーナーね。何考えてんの、本当に。こいつの単独犯なのか、ローズ委員長がボスとなってやってるのか。でもね、ここでお帰りになってもらいます。だって、なんか今作こういう劇画調のすげえ顔芸多くね。ローズ様の邪魔だなんて私絶対に許しません。まずはトーモツさん、
あなたをボコボコにすればチャンピオンもがっかり落ち込んで院長の話を聞きます。何こいつムキーってなってる。マクロコスモスのオリーブが勝負を仕掛けてきた。ワンパンよこいつら。なんて雪目の子。うわー、まっすぐ間のじゃあ立ちふさぐ間のままでよかったな。これいやでも噛み砕く覚えてるから大丈夫。ゴースト中心かな。あそうだ、ダイマックスできるんだ。ということはこいつの最後のポケモンダイマックスしてくれってことだな。あそう、埼玉はジャレツクとかも覚えました。ジャレツク、ワイルドボルト、その辺いい感じで技構成も揃ってます。所詮秘書だろお前。いちいち怒るの。まあ生意気。オリーブのパートナーを傷つけるなんて。いや俺の前に立ちふさがることが生意気なんで。ミノカラス、このまま行こう。てかミノカラスいるんだね。今初めて気づいたわ。ミノカラスまあまあ防御高かったっけ、覚えてないんだけど。ワイルドボルト、よし一撃。あ反動怖いな。ちょっとナイスキューしょ。ちょっとデイマックスするか。デイマックス、あ反動割と入る。あと3匹ってことはダイマックスしても大丈夫だね。エンニュートはダメだ、入れ替えよう。何でも対応できるやついないかな。大体何でも対応できますよ。まあやっぱりラインハルトかな。あラインハルトダメじゃん。有効な技覚えてないじゃん。うわ今ノリでいった、完全にノリでいった。あちょっと先につるまい積ませてもらおうじゃん。つるまい積んでからご利用しよう。炎毒タイプだもんな。何にも全然いい感じの技がないな。畑落とすしかないかな。まあ普通の毒状態なら何の問題もない。エンニュートマックスレイドバトルでたまに見るわ。よし、毒ガスってあれでしょ、猛毒じゃなくて普通の毒でしょ。よし畑落とす。あダイマックス忘れてた。うーわそういうコンボ決めてくる。死ぬなよ死ぬなよ。よし一撃で落としてくれ、畑落とす。よーし急所、スルマイと急所は強すぎる。これもしかしてダイマックスするまでもないか。いやでもダイマックスしよう一応。てか毒が割と入る、きつい。アマージョ入れ替えよう。よし入れ替えよう怖い。バツマルで剣の前したけど入れ替える。よしアマージョ、草格闘入ってたっけ、草格闘だっけ、覚えてないわ。よしこれもダイマックス、時間短縮のためにダイマックスしないでいこうかな。ドリルくちばしでいいだろ。レベル差が12もある。よしナイス、もうほぼワンパンじゃね全部。オリーブこんなもんか。秘書はローズ委員長の顔に泥塗ってるぞ。ダスト出す、うー来た、ダスト出す、汚らしい。バンビーの穴を掘るとしてもらおう。ダスト出す、でも今汚らしいって言ったけど結構好きなポケモンなんだよね。ゲームフリークの粋な計らいを感じる。うわまだそんな目してんの。ラストのポケモン、マジオリーブ切れそうだわ。JK 入ってる、心は JK。 女の人はいつまでも若くいたいものなんだな。よし穴を掘る。来たダイマックス、すごいものを見せてあげます。ローズタワーでの巨大マックスよ。ねえもうわざわざその顔やめてわ、いちいち。巨大マックスか、ダスト出す。うわなんかゴミがいっぱい溢れてる。粗大ゴミ入ってるよ、ビルとか入ってるよ。船が紛れてる、船と飛行機と車とピッピ人形と身代わりと。ごちゃごちゃしてんな。ダイアース、なんだっけダイアースって、地面技、地面技。よし耐えていく。ダイマックスポケモンにどれぐらい対応できるか。これで穴を掘る。これもしかしてダイアースって地面に潜ってるやつにも効くとかじゃないよね。やめてよそういうパターン。よし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 、回避していく、穴を掘る。うわさすがにそこまで食らわないか、砕けるよ。素早さ上げられてるけど、そもそも素早さ負けてるからいいや。ちょっと一回ダイマックス、いややめとこう、多分これで倒されるからダイマックスはやめとこうか。ヒートスタンプにしとこう。ごめんよバンビーノ、ドンビーンの敵はお前が取ってくれ。メンターン、おおダイマックス終わった。あーそっか穴を掘れてやり過ごしたからか。ただのダスト出すには興味ねえよ、もう泥ポンやで。毒ビシなんかダスト出す早く、あーそうだ素早さ1段階上がってんだ、びっくりした。
こんな早かったっけと思ったわ今。ドロポン、なんかハイドロポンプがめっちゃ当たるようになってる。よし、耐える。あ、不意打ちが欲しい。さっき消した不意打ちが欲しい。エアスラとかで倒してみる。毒ビシめっちゃ巻いてくるやん。もう俺はポケモンを変えることはない。お前の死を願うだけだ。エアスラッシュ、よし、ナイスインテレオン。よし、勝利か。これでバンビーノにはちょっと申し訳ないことしたな。ダイマックスしないという選択肢。はあ、勝てないなんて。本当オリーブだ、本当にダメな子。領主が不安定すぎるぞ。よくこんなやつ秘書につけたな。はあ、なんてこと。勝ち上がったジムチャレンジャーの実力を見くびっていました。本来であればまだまだ妨害したいところですが、願い星は集め終わりました。あとは好きになさればいいのです。やっぱりイローズ委員長怪しいな。この流れでいくとさすがだぞ。トウモツってパルスワンの強さをめちゃくちゃ引き出しているよな。うわー、もう素通り、横素通り。私は委員長のため準備を進めていますから。何の話をしているんだい二人とも。ダンデ君、もう100回は話しただろう。それでも分かってくれないのか、チャンピオンとあろうものが。あ、これ絵もしかして絵か。理解しているつもりですけどね。ただ千年先の問題を今すぐ解決するために明日のトーナメントを中止するのは理解できない。え、なんで。たった一日ですよ。チャンピオンの責任においても絶対に試合をする。明日じゃなきゃダメな理由があるのかな。てか何、千年先の未来って何をするつもりなの。ガラルに暮らすみんなの、そして俺の楽しみなんですよ。分かっていない。全然分かっていないよ。何がしたいんだお前は。ご覧よダンデ君、眼下に広がるガラル地方を。これだけの輝きを保つためのエネルギーも千年先にはなくなる。ガラルのみんなはその時生きていないのだよ。あ、まあエネルギーについて考えることは現代社会においてはかなり大事なことだけれども、けれども一日待て。だったらたった一日と言わず一刻も早く問題解決のために動く。より良い未来にするために。千年先、なるほど。委員長の懸念はなんとなくですが分かりましたよ。明日の決勝が終われば委員長を手伝いますから。一日も待てないのか貴様。俺は剣盾の発売まで何日も待ったというのに。兄貴、時間になっても来ないから俺心配になって、ネゼさんやマリ、エール団にも助けてもらってここに来たんだぞ。来た、ローズ。ホップ君を不安にさせたこと素直に謝ります。大人はね、プライドが邪魔してね、正直に話し合えないんだよ。トーモツ、ホテルで好きなものを食べようぜ。俺がとことんおごってやる。可愛くなったしょ俺のアバター。ローズ委員長、明日の試合をご覧ください。ガラルの歴史に残りますから。ダンデに言われちゃしょうがねえ。ローズ、引き下がれローズ。何を考えてんだお前は。ガラルの歴史に残る。甘いねチャンピオン。ガラルの未来を変えるんだよ、この私がね。なんか始める気だこいつ。翌日の夕方、なんか急に飛んだな。今からバトル？いよいよだぞ。バッチリ眠れたか？試合をするのはお前なのに、なぜか俺が緊張しているぞ。共感性、何だっけ？羞恥心的なやつ。違う、ちょっと違うけど。一緒に緊張するのか。え、お前、いい方の、あれ？ジムトレーナーじゃなくて、ジムスタッフ？ファイナルトーナメント開催です。スタジアムまでご案内いたします。おい、お前、昨日のこと忘れたのか？ホップ様と相棒のエースバーンがぶっ飛ばすぞ。ぶっ飛ばすぞ。ぶっ殺すぞ。待ってください。私はいいリーグスタッフです。自分で言うのもなんですが。昨日の話は聞いております。オリーブさん、委員長のためなら何でもなせるところがありまして、そのための専用スタッフを極秘で抱えていたそうです。ですが、本日はご安心を。確かなスタッフばっかりです。保証してくれんのか。だってさ。行こうぜ、トーモツ。今すぐお前の試合が見たいぞ。ついにファイナルトーナメント開催か。噛んだ今。シュートスタジアムまで案内いたしましょうか。お願いします。さあ、ちょっと根詰めてやりすぎたかな。
そろそろこの辺で終わりにしようか。シュートスタジアム着いたら。このまま進まないよな。一回ここで終わりにしようか。よし。じゃあ今回この辺で終わりしたいと思います。ついに最終回かな。あー、次回で最終回じゃない気がするな。あと 2,3 パート続きそうな気もしますけれども、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。次からはもっともっと熱い熾烈なバトルが繰り広げられると思います。ここで噛んでいく。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てね。バイバイ。Thank you.